下部リーグでは強豪ながら、一部リーグでは下位に沈みすぐ降格。そんなクラブはエレベータークラブと呼ばれます。J リーグにもこれまで多くのエレベータークラブが存在しましたが、アビスパ福岡ほど不思議な昇降格を繰り返したクラブは世界でも稀でしょう。2001年に初めて J2 に降格すると、その後2006年、2011年、2016年と5年おきに J1 に顔を出しては降格というのを繰り返し続けました。今回はそんな5年周期の呪いにかけられたアビスパ福岡の歴史を紹介していきます。アビスパにかけられていた呪いの恐ろしさをぜひご覧ください。アビスパ福岡は1982年に創部した中央防犯アクトサービスのサッカー部を前身とするクラブです。中央防犯は静岡県にある会社で、もともとは静岡県藤枝市を拠点とするチームでした。アマチュアリーグでの活躍を経て J リーグ参入を目指す中、我が町を拠点としたサッカークラブが欲しいと考えていた福岡市と利害が一致。1994年に中央防犯 FC 藤枝ブルックスはホームタウンを移して福岡ブルックスに生まれ変わり、翌1995年の JFL 優勝を引っ提げて1996年から J リーグに参入しました。 J リーグ加入の際、集団で俊敏に攻撃するチームをイメージして、スペイン語で蜂を意味するアビスパを用いてアビスパ福岡と名を改めました。当時はあのディエゴ・マラドーナの弟ウーゴ・マラドーナなど強力な助っ人外国人選手が所属しており、参入直後の J リーグでも活躍が期待されました。しかしこの頃は鹿島アントラーズやフリューゲルスとマリノスの横浜勢、サッカー王国静岡のジュビロ磐田と清水エスパルスなど東日本のクラブがリーグを席巻。期待に反してアビスパは同期の京都パープルサンガや一個下のヴィッセル神戸ら西日本のチーム同士で再開争いを演じることになります。しかし J リーグ参入数年で仲良く下位争いをしている場合ではなくなるある出来事が。1999年、 J2 リーグの発足です。降格の概念が生まれ、再開争い常連のアビスパは大ピンチ。 J2 発足前年の1998年のリーグ戦も最下位となる18位で終えます。初めて降格の危機を迎えますが、 J1 参入プレーオフで当時 JFL の川崎フロンターレと J リーグ14位のコンサドーレ札幌に勝利して逆転での J1 残留。今思えばここで敗れていれば5年周期の呪いにかかることはなかったのかもしれません。辛くも残留を決めたクラブは翌年以降も J1 に残留し続けるために、小島信之、三浦康俊など元日本代表クラスの選手を獲得。ちなみに三浦はキングカズの実兄です。ディエゴ・マラドーナや三浦知良が獲得できれば一気に優勝争いできそうですが、地方クラブにそんなお金はないので兄弟が限界です。その後もロペス・ワグナーや松原よしかなどさらに日本代表選手がやってきますが、下位クラブにやってきてくれる頃には全盛期の輝きは失っており順位は伸びず、毎年残留争いを繰り返すと迎えた2001年、16チーム中15位でついに降格が決定。 J リーグ参入から5年が経った年に初めての J2 降格を味わうことになりました。 J2 降格に伴い、もともと厳しかったクラブ経営は一層苦しくなります。高額なベテラン選手をチームに留めることは難しく、小島、三浦、松原らはクラブを離れることになりました。その影響もあって降格初年度の2002年は8位と振るわない成績で終えます。クラブも限られた資金の中での補強に限界を感じており、翌2003年に就任した松田博監督とともに選手育成に力を入れていくことになります。若手中心のチームは初めは低迷が続いたものの、シーズン後半にようやくフィット。前半22試合で5勝しか挙げられなかったチームが後半の22試合で16勝、翌年に弾みをつける4位フィニッシュを果たします。そんな後一歩で昇格できる順位を争うアビスパに朗報が。2004年から J1、J2 入れ替え戦の導入です。これまで上位2チームが J1 昇格というレギュレーションだったのが、3位のチームも J 入れ替え戦に勝てば昇格できるようになったのです。前年の躍進で勢いに乗るチームは2004年シーズンを3位でフィニッシュ。入れ替え戦に参加する権利を手にし、昇格まであと一歩と迫りました。が、入れ替え戦の相手は柏レイソル。南雄太、明神智和、玉田圭司ら当時の日本代表クラスの選手たちに手も足も出ず、ホームアウェイの2連戦合計で0対4と完敗します。とんでもないメンバーを擁して残留争いに巻き込まれるのはもはやレイソルのお家芸です。昇格残留を目指して戦っているライバルチームからするとたまったものではないですね。アビスパに感情移入しすぎて愚痴がこぼれてしまいましたが、
昇格を果たせなかったアビスポもへこたれはしませんでした。翌2005年、中村北斗や千代田光など若手たちの活躍もあり上位をキープ。後半戦は一度も昇格圏内から落ちることなく、見事2位で J1 昇格を果たします。翌年 J1 の舞台でも、J2 時代から主力だった中村や千代田に加えて、高卒2年目の上郷久志ら若手を引き続き積極的に起用しました。しかし J1 の壁は厚く、得点力不足に苦しみます。下位に沈むチームは成績不振で松田監督を序盤で解任するも成績は伸びず。16位でシーズンを終えて入れ替え戦に臨むも、ヴィッセル神戸と2戦連続引き分け。アウェーゴールで上回られ、1年で無念の降格となりました。ちなみに2005年にチームに加入した上郷は福岡県出身の地元選手。高校サッカーの名門、長崎の国見高校卒業後、地元に戻り、アビスパ福岡に入団。2006年にリーグ戦デビューを飾り、現在に至るまで19年間アビスパでプレーし続けるバンディエラです。2005年から所属しているということは、アビスパの呪いの恐ろしさを全て知る男ということになります。チームが苦しい時も離れることなくプレーし続けており、タサポでも応援したくなる選手ですね。J2 に降格してしまったチームは、再び資金面で苦労することになります。降格時に外国人選手や若手の主力を手放さざるを得なくなり、戦力ダウンは免れず。降格初年度の2007年は7位と振るわない成績で終えることになります。続く2008年には財政難がさらに悪化。なんと胸スポンサーが不在のままシーズンに臨むことになるほど。それもあってチームはまたしても大量の選手を手放すことに。半分以上の選手を放出し、電柱、ハーフナーマイクなどのレンタル選手やまだ伸びきっていない若手選手を起用することになります。2008年は8位、2009年は11位と昇格争いに絡むことはできず、そんな状態で迎えた2010年シーズン、5年周期を迎えたクラブはこれまでとは見違える結果を残します。相変わらず資金難に苦しむチームは、ベテラン選手や外国人選手との契約更新ができず、ほぼ30代以下の日本人で構成された若いチームに。それでも周囲の不安に反してエースの上郷を中心に好調をキープ。後半戦は常に上位に位置し、3位でシーズンを終えました。2009年から入れ替え戦が廃止され、3チームがストレート昇格というレギュレーションになったのもプラスに働きました。5年周期の呪いはレギュレーションさえ味方してしまうのです。ただ J1 に昇格した2011年シーズンは嘘のように沈黙。開幕から13試合勝利なしの上、成績不振でのシーズン途中監督解任など全く噛み合わないまま、チームは常に最下位に位置。直接対決での勝利でモンテディオ山形をかわし、最終的に最下位は免れるものの、またもや1年で J1 を去ることになったのでした。前回の降格時同様、またしても資金難がクラブを襲います。またしてもユニフォームスポンサーが不在のままシーズン開幕。さらに多くの選手をレンタルに頼って連れてきていたこともあり、降格と同時に有力な若手が揃ってレンタル元に戻っていきました。そんなチーム状態でもちろん勝つことは難しく、2012年はチーム歴代最低記録となる J218 位と低迷。前回降格時も資金難で苦しんだチームでしたが、この頃経営不振は限界レベルに達していたようです。当時の社長が、最悪の場合勝ち点を剥奪されてでも J リーグから借金する必要があるかもしれないと発言したほど。こんな状態ではチームが上を向くことは難しく、2013年は14位、2014年は16位と下位に低迷することになります。ここまで絶望的な状況に追い込まれながら、チームを抜けなかった上郷が政治に告げます。さすがに危機感を覚えたクラブは、経営面でもチーム運営面でも体制を一新。2015年、アジアの壁、井原正美を監督に迎えると、戦術がドンピシャでチームにフィット。3バックでしっかり守ってから攻めるスタイルを確立し、開幕から11戦負けなしの絶好調。さらに夏には、トン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 ウェリントンが湘南からやってきて得点力も強化。チームは前年までの苦戦が嘘のように躍進を遂げます。最終的に3位でフィニッシュして昇格プレーオフに参戦。初戦で長崎を破ると、決勝でセレッソ大阪と対決。キム・ジンヒョンや山口蛍ら各国代表を擁する J2 歴代最強クラス、なんで J2 にいるのかわからないレベルの選手たちが相手でしたが、5年に一度のチャンスを迎えたアビスパは止まりません。後半終了間際に中村のゴールで追いついて引き分けると、年間上位だったアビスパが見事 J1 に復帰しました。今度こそ J1 定着を果たそうとした翌2016年、エースの
トン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 ウェリントンが膝を痛めて出場機会が激減し、その影響もあってチームも下位に低迷。好調なチームも呪いに抗うことはできず、最下位で3度 J1 を去ることになったのでした。ちなみにこの頃からアビスパの応援を始めたのが声優の田村ゆかりさん。ゆかり王国のお姫様は家族がアビスパサポーターだったことから興味を持つようになったそうです。今では名物サポーターとなった姫ですが、アビスパが勝つとゆかりんが喜ぶとアビスパを応援するようになった王国民もいるそうです。経営不振に喘いでいたクラブの観客数増加に貢献していたかもしれません。戦術と経営体制を見直したクラブはこれまでの降格のような遍歴はたどりません。スタイルを確立したチームは降格しても安易に監督を交代させることなく、井原監督の続投を決断。アビスパユース最高傑作の冨安健洋が完全に主力に定着し、彼を含めた最終ラインはこれまで以上に強固な守備を形成。トン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 ウェリ、もういいか。ウェリントン頼みの得点パターンに不安は残しながらも常に上位争い。シーズンを4位で終えて昇格プレーオフに臨みます。初戦で東京ヴェルディを破るものの、決勝で名古屋と引き分け、J1 昇格ならず。これまで入れ替え戦やプレーオフでの昇格チャンスに挑戦していますが、2015年以外はそれを勝ち得られていません。5年周期の呪い、恐ろしすぎです。それでもチームとしては悪くない成績で翌年に向けて弾みとなったかに思われました。しかしここで冨安とトンウェリがチームを離れることに。翌2018年も堅守スタイルで戦いますが、攻守の要を失ったチームは勝ちきれない試合が増えてしまい、7位でシーズン終了。プレーオフ参加ラインの6位まで勝ち点1差と悔しすぎる形で進出を逃します。2年続けて J1 昇格を逃した責任で井原監督は辞任。2019年はここ2年の活躍が嘘のように16位と、精神的支柱を失ったチームは路頭に迷います。そんなチームを救ったのが翌2020年に就任した長谷部茂俊監督です。水戸ホーリーホックから村上正明やバックパスでも前でおなじみの前広幸らと共にやってきました。長谷部監督は井原監督が作り上げた堅守の形をベースにより強固なものに積み上げました。しっかりと守備から入るスタイルで堅実な戦いを見せ、リーグ戦中盤には15戦負けなしを記録するなど終始上位争い。点は取れないけど失点もしないスタイルでリーグ最少失点を記録し、2位で J1 昇格を決定。驚きの5年周期、4度目の昇格を果たします。降格まで5年周期は継続させまいと、チームは長谷部監督のスタイルにさらに磨きをかけます。クラブ最多記録となる6連勝を記録するなど、堅守から攻撃につなげていくスタイルは J1 にも通用することを見せつけていきます。特に圧巻だったのは川崎フロンターレ戦。当時圧倒的な強さで無敗を誇っていた王者に7割以上ボールを支配されながら粘り続けて1対0での勝利。シーズン初黒星をお見舞いしたのです。そんな活躍もあってこの年はクラブ最高成績となる J18 位でフィニッシュ。昇格の翌年に毎回降格するというジンクスを破り、ついに5年周期の呪いから解き放たれたのでした。今回はアビスパ福岡の5年周期の呪いを紹介しました。アビスパは5年周期の呪いから抜け出して以降、現在も堅守を武器に、時には上位クラブすら苦しめる存在として J1 の舞台で堂々と戦っています。幾度となく残留争いや昇格争いで苦しんだ歴史を見ると、偶然とは思えずどうしても呪いと呼んでしまいたくなりますね。他にもアビスパのエピソードや不思議なジンクスに苦しんでいるクラブがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。